日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ、よろしくお願いいたします。一つ吉内、ちょっと初めてのことなんですけど、ええ、いつもヘッドホンしながらやってるんですけど、うん、めちゃめちゃ緩くて、ヘッドホンが、ヘッドホンが、ほうほうほう、あれ前誰だろう、前の人ものすごい頭いってこと、大きな人がさ、いや、なんつうのこの、これもうちょっと見てて、もうここだからこれちょっと下向いたら落ちちゃう、落ちちゃったね。うんうん、で前の番組はどうなったんですか。前の番組この時間って土曜日、かなり前、ああ、うん、じゃあもう、ま、金曜日か木曜日かみたいな。あ、こっち使ってないんだ。土曜のお昼、誰、すごい多分その人がつけて広げたんだと。でも壊れてるわけじゃないの。お昼、ね、お昼、この誰、どなたが使ってる番組、スタジオなんだろう。高島さんとの秀武さん、秀武さん、いやでも毎週使ってるでしょ、我々の前の番組。うん、いやでも使ってる番組は変わってないわけでしょ。なんか俺の頭が急に小さくなったそうだね、うんうん、今日に限ってだから特番とかあった、ないないですよね、ゲストの方とか、はいはいはい、その使ってる番組と、こんなこと初めてだ。あ、一回だからこれ曲げればいいのか、曲げる、こっち側にこうやって、あ、ここのなんかサイズ調整じゃなくて、うんうん、このなんかサイズ調整は別にできるけど、はい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 、うん、そのサイズ調整じゃないここの部分が広がっちゃってんの、広がっちゃってて、うん、ラブ&メロディーがこのスタジオを使っている、うんうん、まあまあ、あ、八木亜希子さん、八木亜希子さんかな、じゃあ八木亜希子さんの髪型変えたのかな IKKO さんがつけてたとしか思えないぐらい広がってた、IKKO さん来たのかなラブ&メロディにゲストでそうでかいね、うん、頭だもんね、うんうん、8時半だよ土曜日だいぶ前だそこまで使ってないんだよこのスタジオ、こっちってそんな使わないんだね、我々まで誰も使ってないんだ、うん、まあまあそれはいいんですけど、 IKKO さんじゃないんだ、そうだね、ゲストで IKKO さんだもんね、そうだよね、もしかしたらそう、まあ、ちょ、わかんないけどね、うん、かもしれないですけどね、気をつけながら、はいはい、落ちないように、落ちないように気をつけ、頭あんま動かさないやりづらいね、2時間それはそれで、そうですね、先週はコットンが来てくれましたけども、うん、西村が放送後に友達から、うん、LINE で授業出れてなかったの挨拶で、あれ本当だよねっていうのがいっぱい来たらしいですね、うん、あれ本当の話なんだね、なるほど、持ってなかったんだ西村ってみんなが集まってくるから、うん、授業に出れなかったってそんなことあるか、そんな嘘みたいなね、人気者だったっていう話だからね、ああだから、うん、一つも嘘はついてないんだろうね西村君はね、そうなんだろうね、嘘ついてないし、なんかこう、まあ、振りでもないというかさ、そうやって振っといて、はいはいはい、できないみたいなことでもなくて、本当のことしか話してないんだろうね、だから、ね、そうなんだろうね、うん、だから面白いんだろうね、いやすごいよな、だからそう考えると手じゃないでボケじゃないというかさ、でなんか37だっけ、だから37とかなどようやく笑えるようになるもんなのかね、30だとちょっとやっぱ鼻につくのかね、やっぱり経歴が、あーでもそうなんじゃない、そうなのかもしれないね、知れないよね、うーん、そうなん、ちょっとなんかね、うん、ただただ尖ってるというかさ、はいはいはい、ただただこうね、うん、吹いてるみたいな感じになっちゃうのかね、じゃない、うん、36とか言うとしょうがねえなってさそういってもやっぱおじさんって強いよな、おじさんになると、ね、タイガさんもそうだし ね、 あのスポーツだって、うん、タイ道っていう武道で日本代表だからね、あの人、あ、日本代表まで行ってんだっけ、で海外でなんか試合したって言ってたよ、でリーゼントにしてたら海外のその観客にプレスリーがいるっつって言われたっつって言ってたもん、
そう面白いな。今なると面白いよね。もともとプレスリーのそっくりさんだからね、デビューが。まあそうだね。確かに。そうだよね。あるよな、あれも。いい感じのおじさんになって、やっぱ面白いんだろうな。笑えるようになるっていうのがあんのかな。若い時やっぱね、ちょっとね、その腕っぷしも強いしさ。そうね。で、一軍の人だもんね。本当に。まあ、リーダー、どの写真見てもタイガーさんち行って見て写真撮ったら真ん中だったもんね。そうだし、やっぱりキサラに入ってきてね。そう、社員さんの時もやっぱこの。リーダー的存在だったもんね。頼られてたしね。頼りもなったし。今のあんな感じ。でそう考えると謎だよな、その西村とタイガーさんがなんかその、なんでお笑いって難しいんだろうね、そんな。あれでさ、なんか、麻痺してくるけどさ、クイズ番組やってるとさ、インテリチームとか行ったらさ、東大、京大、早稲田、慶応ばっかりだから、それ、だからわかん、で、広島大学って田中さん、アナンバールズの田中さんって、めちゃくちゃ頭いいんだってね。あ、広島大学が。国立の。まあ、国立はね、入るの難しいからね。だから、俺知らないのよ。だから、新生インテリチーム対ベテランインテリチームなんか、早稲田、慶応、東大、京大しかいないから、その人たちにルール説明している東洋大学の夜間部の、俺って意味わかんない。ね、で、だからこう何マスの方がいいですよとか、ヒントカード使いどころですよとか言ってる自分がよくわかんないくて、俺はその本番前に答えの資料をさ、全部もらってるじゃん。はいはい。まあもうね、司会だからそう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 。だから、惜しいとか言えるけど、普通に、で、覚えないからね、あれ。何度も同じ問題出ても、俺って。そうなの？ああ、別に、だからといってクイズ解けるようになってる他の、クイズ番組見てても、解けるようになってるわけでもない。ないと思う、全然。入んない、頭の中に。そういうもんか、ね。で、謎だよな、だからな。だから、だって、慶応大学なんかに入るって、街で有名な、なんか頭いい男の子でしょ、きっと。いやいや、そうよ。ずっと。そうよ。評判のさ。評判の。塾とか行っても、まあ、上位だし。だから同じ、ね、塾とか行ってたら、あいつすげえ、みたいな感じの存在、ね、我々にとったら。あれ、だからみんなあれ知らないと思うけど、春日って不思議な人間で、俺たちって日大の付属校じゃないですか。で、まあ、日大の付属校で、で、日大の付属校の統一テストっていうのがあるんだよね。そうそう、日大の付属校だけの、日統一って統一のね。そうそうそう。で、その点数で、日大に入れたりする。そうそうそう。っていうね。そう、あるのよ。で、それはなんか俺はもう完全に入れないことが決まってたから、全然システム知らないんだけど、成績の54321の評定が、何点何以上だと何点取れば入れるみたいなシステムなの？どうだったかな、評定も確かに関係ある。プラス、なんか、されるんじゃないか。だからいわゆるさ、あ、日統一の試験の合計点で、入れるところはさ、法学部とか難しかったりするわけですよ。ね、何点以上取れないと入れないみたいな。日大の中でも。そうだから普段の評定も、だからね、4点いくつのやつと3点いくつのやつは、同じ点数でも多分4点いくつの方が評定がね、高い方が入れたりしたんじゃないのかな。そういうことね。なるほどね。家計何なのか、プラスいくつなのかわかんないけど、その総合点が、評定を通してまた変わったんじゃないのかな、わからんけど。それで、なんか、カスが落ちたんだよね、その統一テストで。そうそうそう。それで、一般受験の方が入るのが全然難しいのよ。それで、カスが落ちて、日大行けないってなって、その、だから、11月とかに行われてたよね、統一テストは。そう、統一テストが11月ぐらいで、それが、いわゆる、一般入試のね、大学受験の問題よりも、ちょっと難易度は、低い。ちょっと簡単なる。付属校だから。そう、日統一の試験の方が。っていうので、そう、入れなかったんだよな。英語で、8点とか取ったからね。あ、そうなの？そうそうそう。
それで、びっくりしたんだよ。一般受験で日大受けて受かったんだよね。すっごい、そんなやついないのよ。そんなやつ、マジでいないの。ありえない話なのよ。一般受験じゃみんな入れないけど、付属校だから入れる。そうそうそう。で、それでなんか、うん、あれな、あれなんだって、あれなんだったんだろうな、あれな。わからん。しかも、11月に日統一が行われるから、うん、日統一のためにずっとね、うんうん、勉強して、日統一のための塾とかはあったりとかして行ってたのよ。うん、へぇ、そうなんだ。そう、池袋とかにあったのよ。あ、行ってた！お前言ってたな。言ってた。夏期講習みたいな。言ってて、それで日大武山と喧嘩になりそうだっつってなんか、話してて、その時は来てくれみたいな話してたもんね。あそこまではちょっと覚えてない。言ってた、そんなこと。言ってた。そう、いろんなね、付属の、そう、武山だ、桜だ、鶴だみたいな。言ってた、言ってた。これ、日統一のための塾が、多分夏期講習だけやる塾なのかな。池袋行って。言っててさ、兄貴とかと。お前言ってた言ってた。武藤健とかと言っててみんなで。だから、日統一のためだけの勉強しかしてこなくて、11月ぐらいに会って、で、入試が2月とかじゃない ?1 月。はい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 。そっからだから大学受験に切り替えてさ、ちょっと時間がないわけよ。2ヶ月でしょだって。2ヶ月、3ヶ月ぐらい。で、いろんなとこを受けたな、そういえば。え、そうなの？うん、関西の大学とかさ。うんうんうん、その関西の大学に行きたいみたいなこと言ってたじゃない。うん。言ってた、言ってた、言ってた。誰も春日のことを知らない土地に、うん、行きたいって言ってた。それをみんなに言ってた。うん、みんなに言ってた。誰にも知られた、知らない場所に行きたいってみんなに言ってた。うん、で、誰からも行くなよって言われなかったっていう。誰かに止められんじゃないかなと思ってさ。嫌われてたからね。お前なんか、もう一回もなんかね、やめとけよみたいな。つまんないじゃんみたいな。遊べないじゃんみたいなことを誰にも言われなかった。で、肘になって本当受けてさ。関西の大学受けたの？受けて受けて。じゃあ関西まで、新幹線とかで行ってたの？いやいや、それも、東京で受けられる大学があったのよ。うんうんうん、関西の大学だけど、東京会場みたいな。うんうんうん、で、高円寺のなんか予備校で受けたんだよな。へぇー、うん。落ちたけどね。あ、そう、東京でも受けれるんだ、ね。受けられる学校があったのよ。へぇー、そうなんだ。で、日大も受けて、うん、いくつか受けたな。それで、なんで日大受かったんだろうな。だから。勉強はしたんだ。だから頑張って。うん、したけど、あ、でもやべえと思って。あのね、うん。教科がね、選べたのよ。うん、はんはんはん。そうそうそう。だから、文系だからさ、うんうんうん、国語と、うん、あ、そう、日本史と。なるほど、なるほど。英語かな、うん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 、そうそう。三つぐらいで受けられたの、うんうんうん。っていうのがあるじゃん。そのなんとか試験みたいな方法が。うん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 、それだから多分受かわれたの。でもそう、日大だけだけどね。あ、たまたま。俺なんか、うん、日統一なんて、うん、国語以外0点だったね。そうでしょ？もうすっごい暇な一日だったわ。あれあれなんか一日中だっただろう、日統一のテストって。全部の教科だろ、あれ。全部の教科よ。で、一日中朝から昼まで、もう全部だろ。うん、いや、昼とか夕方ぐらいまで。夕方ぐらいまで。で、こっちはもう、評定が 2.2 とか 2.3 だから、どこも受からないから、うん、試験、問題解いたってしょうがないのに、座ってなきゃいけないから、書いてないんだもん、マークシート。で、暇だから、現代、うん、原告だけ解いた。はいはいはい。あと全部、マークシート書いてないんだから。書いてない。点数も知らないだから。あ、そう。覚えてない。もうずっと寝てたんだもん。だって、っていうやつが、だから何人かだけいるんだよね、うん、学年に。まあまあまあ。評定で。そうだね。そっか。どうしたっていけないっていうやつがいるから。うん、それで、うん、俺もう、何も予定なかったんだよ。だから、今思うと、うんうん、両親は何考えてたんだろうなって思うの。そうだね。どう思ってたのか。一般受験しても受かるわけないじゃん。したら、うん、2月の真ん中ぐらいに担任に、でも、うん、学校終わってんだよな、高3の2月って。なんか授業。うん、そうだね。だからもう本当に受験、一般受験するやつは、うん、もう、それよりも学校も来なくていいとか、授業はなかった、うん、確かにね。あ、そうなの？うん、そうだったんじゃない？でも卒業を待つばかりというか。そうそうそう。うん、そうで、うん、それで俺、2月の真ん中辺に、
あの、呼ばれたのよ、担任に、学校に。ほうほうほう。何用でよ。わかんなくて。来いと、若林来いと。若林来いって。うん、で、俺何も考えてなかったのに、何してたんだろうな、親は。確かに、それで、言われれば、あんたどうすんのって、学校くの子卒業したら、みたいな。それはあったでしょ、どっちか親おじさんか。言われもしなかった。その姉ちゃんにも姉ちゃんにも言われもしなかったし、でも、その日東一落ちた奴らは、うん、あの、みんななんか専門学校行くって言ってたの。うん、で、うん、専門学校って試験なくて入れんだっけ、あれ。まあ、ところによりなんじゃないですか。試験、ところ、面接とかある。あ、それで、専門学校に行くのかって思ったんだ、そうだ。自分は。うん。で、専門学校に行こうかと思うって、両親に行ったら、あの、専門学校だったらお金出さないって言われた。へぇー。あ、そう。うん。なんかあったんだろうね。そう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 。そのまま話は。へぇー。うん。で、あ、そう、うん。そこでもう終わってるわけだ。終わって、うん、で、2月の真ん中辺に担任に呼ばれたんだ。だから、進路が俺だけ決まってなかったんだろうな。専門学校も、大学も。それも確かに。ああ、なるほどな。提出はするのか。学校にこの、卒業したらこうなります、みたいな。うんうんうん。それがもう空欄だったんだ、若林さんだけね。そうなんだな。働くでもなく。専門学校でもなくみたいな。なんか今なんか、思い出してきたわ。うん、なんか、春日が一般受験受かったみたいな話を、あの、高校の校舎の入り口の石の階段に座ってなんか谷口とかと春日とかと喋ってた記憶が蘇ってきたわ。誰もいない学校でなんか。なんかで行ったんだろうな。なんかで行ったんだろうな。うん。で、担任に呼ばれてお前どうするんだって言われて、うんうん、で、何も考えてないっす、みたいな。うんうんうん。どういうつもりだったんだろうな。なんとかなると思ってたのかね。なんとかなるっていうか別に。何も考えてなかったのかな。焦りもなかったんだろうね。いや、でも世の中にムカついてたのは確かに。そんな、何、ね、タクシードライバーみたいな感じで。じゃあもうその後モヒカンにするしかないぞ。映画とかすげえ見てた。ああ、そういえば。昼間から。ほー。あとはなんか大学決まってるみんなと遊びに行ったりして。うん、あ、あとな、あ、すごい、あと言えないことも思い浮かんじゃったから。いろいろあるんだろうね。ああ、そうか。そうそうだね。今繋がってきたわ。うんうんうん。もう言えないんだ、しょうがない。言えない、これは言えないわ。よ、いい判断した。うん、ああ、今。ああ、思い出してきた。ああ、その芸人になるみたいなのはあったわけですか？いやー。それも別にあるわけでもなく、はっきりと。いや、それで、うん、お笑いやるなら、春日とやるか、うん、もう一人やっとやるか、うん、もう一人とやるかって何人か言ったけど、みんな大学受かったから、なんかお笑い好きな奴らが。なるほど。だから、そういうのも考えなくて、で、3月入ってから、東洋大学の夜間の文学部なら、あの、入試の試験やってるからって、蛍光ペンでなんか、2校か3校だけ引いてくれたんだわ。はあ、今からでも間に合うところがあるぞと。そうそう。おうおう、で、お前受けろって言われたの。おう。うん。そうだわ。決まってないんだったら。うん。うん。で、いや、落ちますよって言ったの。はいはいはい。でも受けろって言われて、受けたんだわ。はあ。ああ、そう、まあ、進められてじゃないか。受かるわけないのにと思って。はあ。そしたら、国語と英語だったのかな、テスト。ちょっと覚えてないけど。いや、でもやっぱそうじゃない？ああ。できるやつとかさ、ね、少ない教科で受けたんだよ。国語と、あれだからね、俺ほんと、小論文って学年で20人ぐらいしかいなかったんだよ。小論文の授業ってあったからね、選択でね。受けてた？私受けてない。あ、20人ぐらいだけ。あ、若林さん受けてたの覚えてるな。俺、うん、あれ、小論文のテストだけすごかったから、ね、うんうん、いやいや、覚えてる。毎回プリントアウトされて学年に配られたりしてやってるから、うんうん、女子部のあの女子校の方にも配られたっつってた。あ、そう。うん。いや、確かにあれも谷口と、いや、あれ、キポさん、小論文だけすごい、あれなんだろうなって話を、お前、あれだろ。下井草の講演でしたことあるよ、帰り。お前さ、うん、
バカなのにが絶対つけてただろ、その話の前に。谷口、それはまあいいじゃない。まあ言い方はそうだね。小論文だけって言ってる時点でもう、うん、もうそれも自習みたいなもんだわな、今。なんだ、配られたりするからじゃない、学年でなんか。まず小論文って取らないから、だから大変さん面倒というかさ、文章、うん。それもなんか授業聞いてさ、うん、なんか解いてたりする方が楽じゃない。うん、だからもう少ない多分ね、小論文の授業を受けてる。その時点でも、なんでキポさん小論文なんだろうなっていうの、まあ多分あったと思うのよ、谷口と春日の。その上で成績がいいって、あれどういうことなんだろうな、キポさんなのに。いやでもそれは反論できない、まあ、バカで有名だったからね。いやまあまあそうね、うん、成績がね他はあんまり良くない下の方だっていうイメージはあったから、それはそう、それはあったよ。そう、で覚えて覚えたら小論文は良かったっていうのは、小論文と国語とあと英語だったのよ、うん、でも英語なんかもうできるわけないじゃん、うんうんうん、そしたら、うん、たまたま読んでた小説が、英文で出たのよ。へぇ、うん。そしたら、和訳が入ってんの、頭が。そうだよね。うん。で、それが短編小説が英語になったものだったから、それが好きだったんだろうな、多分その小説がめちゃめちゃ。なるほど、そう。うん。海外の、作家が書いたクリスマスに関する短編集で、頭の中に和訳が入ってるからさ、もうなんだろう、原告みたいにわかるわけよ。俺びっくりしたでしょ、試験受けてて。それは、どんな、見た瞬間にリアクション取れないだろうけど、うんうん、どう思うの？いや、嘘みたいな世界、なんか、なんだろう、本当になんか、うん、マトリックスじゃないな、なんて言えばいいんだろう。Google 翻訳でバンって出たみたいな、今で言うと、A、B、C、D も、選択肢も。あ、そう。で、もう、なんだろう、原告のように解けて、それはだからラッキーだったの。でもさすがにと思って一応合格発表だけ見に行ったら受かってたの。あ、う、あ、ん。で、それがなかったら多分無理だっただろうね、その小説が出なかったら。それがなかったらどうしてたんだろうね、本当にね。いや、そうだね、うん。考えてなかったからね、うん。さらにやることがないわけじゃない。ですね。大学行ったとしてもそんなにね、うん、その、真面目に毎日毎日行ったわけでもないわけだから。でも、なんか大学ってさ、うん、なんかさ、あんまり、こういう言い方変なんだけどさ、うん、うちの高校のさ、みんなそうだったけどさ、うん、なんか東京出身だから舐めてんだよな、みんな。大学を、まあ、大学で遊ぶということを、うーん、サークルに入ったらダサいみたいな感覚あったよな。あった。なんであったんだろうな。なんであったんだろうな。高校で遊び終わっとけや、みたいな空気あったよな。夏テニスして、冬スノーボード。くだらねえ。恥ずかしいやつらだぜ。大学入ってから、なんかこう、うん、金髪とかにするやつらも目の敵にされてたもんね。ああ、みたいなね。高校からやっとけや、やんなら、みたいなさ、感じ。嫌なとこだよな、あれ。本当だよね。だから、謳歌したくて、このラジオでもやったもんね。あ、そうだ。サークルを謳歌してないから、つって。大学生の女の子と、なんか、そうだ。なんだ、お化け屋敷、肝試しするみたいな企画やったよね。やった、私ね。でみんなでジャンバー作ってさ、サークルみたいな。ヨシキが詳しかったんだよな、サークル活動に。リーダーだったから、サークルの。ああ、そうだ、そうだ。そう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 。あんなもんもね、入っときゃもっと、ね。サークル入っとけばよかったな、みたいな話してたよ、だから、カスが。その時の、ね、そうだ、そうだね。結局、だから、本当入りたいのもだって。入りたかったの、当時も。あ、そう。だけど、その周りのね、周りのっていうか、高校の時からの、奴らの、だから、関西の大学行ったら絶対入ってたよね。ああ。サークルも。そうなんだ。おお、ゼミも入ってさ、わーってやってたけど。入ったら何言われるか分かんないと思ってたから入れなかったからね。本当は入りたいんだ。だから大学の友人なんかいないっす。いや、夜間の大学ってね、みんな、
ほぼ働いてる人で、同級生が2、3人しかいなくて、同じ年の。そうで、文学部だからゼミになったりしてさ、発表するんだけどさ、みんなさ、なんか銀行員の、人とか、消防士の人もいたな、あれどういう勤務体系で通ってたんだろう。で、みんな20代、30代、40代の大人なのよ、ゼミが。はい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 、はい。だから、あれ、何、ディベートの授業とかボコボコにされてたけどね。経験値が違うもんね。もう、フェミニズムの文学の、ほら、樋口一葉のさ、はい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 、なんか、ディベートの授業とか、ボッコボコにされてたけどね。ガキが生意気言うんじゃねえみたいなことをそのまま言う人いたからね。いや、しょうがないじゃんっていう。それはどうかと思うけどな。まあね。うん。それは違うで、社会人と。社会人しかほぼいなかったな。うん。6時とかから授業すんだよな、あれ、それで。なるほど。うん。言ってましたもんな、学食も空いてないし。学食、ね、自動販売機しか。学食の、カニチャーハンとチャーハンがあるんだけど、うん、昼の生徒がカニチャーハン、同じ値段なのよ。おで、カニチャーハンみんな頼むじゃん。だから夜はカニチャーハンがないのよ。値札が裏返ってんのよ。それで自動販売機が、危ない、ちょっと危なかったな。ある飲料水しか、もう、以外全部売り切れだったりするのよ。昼間買っちゃって。昼間買うから、健康ドリンク一本以外全部、うん。売り切れだったりするの、紙パックのコーヒーとか売り切れだったの。昼の授業補充してほしいけどな、夜の生徒のために、ね、そうそう。まあそのためにはなかなか難しい。ただ体育の授業とか おじさんおばさんばっかりだったから、バスケの授業とかもう本当にマイケル・ジョーダンだった俺。いや、あれほんとどういう感じだったんだろう。50代のおばさんもジャージ着て、ああ、体育の授業受けるんだ。5対5でやってたぞ。バレーボールとか、バスケットとか。あ、それもちゃんと単位に入ってんだね。単位にあって体育はね、取らないと卒業できない。なんで体育取ったんだろうな、それで。健康のためにみたいな。で、なんか怒られたもん、先生に。ちょっと手加減しろ、みたいな。で、アメフト部を卒業してすぐの俺じゃん、しかも。そうだね。18、19ぐらいだったら、そらね。うん。誰もついてこれてなかった、俺のドリブルに。そらまあそうだろうね。おじさんを、今の俺ぐらいの、おじさんを抜き去ってたね。もうちょっと考えてくれよと思うよ。で、思うよな。だから、あれもなかったんだよな、サークルも。まあそうか。自分たちで勝手に作ってる人たちがいたけど、そこにはもちろん入ってないし、っていう感じだったんだよな。懐かしいな、そう思うと。やっぱちょっと違うんだね。違うんだよな。昼間の大学とは。はい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 。で、あれさ、小論文の授業って受けてないでしょ？受けてないですよ、私。あれさ、あれ不思議だな、今思うと。何が？日本のさ、芸能界って、V 見たら、春日さんどう思いますか？で、ゲストの方に、何々さんどう思いますか？はいはい、られますよ。必ず自分の意見を聞かれるだろう、でも、小学校1年から、高3まで、そんな振り来たことあるか、日本史のなんか教えてるわな、先生が。さあ、これについて、オードリー春日さんどう思いますか？いや、なんでオードリー春日出てんの？日本史の授業に。先生がそうやってこう。まあ、確かに。意見、コメント、それなのに急に芸能界入って振られるだろう。ああ。それはできないわね。なんでこういう三段になってるひな壇じゃないんだろうな、授業が。したらもうね。ネームプレートが前に置いてあってさ。フリップも入っててさ、下に。確かに。したらもうちょっとうまく今できてるだろうな。さあ、この時の明智光秀の気持ち。あ、え、じゃ、誰だね。で、差し棒にさ、怪獣がついててさ、振られないだろ？それなのに芸能界行ったら急に振られるだろ？振られるね。
で小論文の授業で受けてて初めて意見を聞かれたと思いながら受けてたもん、うんうん、みんなに聞くから20人しかいないから。そっか、なんかテーマがあって。テーマがあって、お前って先生が MC みたいな。で、で、わーって話して、じゃあ最後格好つって書いてみたいな感じだったから。うん、なるほどね。ふり、差し棒がないからな。うん、が、日本の、わかんない。今は差し棒あるのかもしれないけど、俺たちの時代はなかったから。今もないでしょうよ。うん。受けたりして教団叩いてる。最高だお前。他に授業やってないし今で。もうなんかじゃあ誰誰の回答、うん、モニターが見てみましょう。信長が鼻についたからいやー抽象的だなとか。先生やんないだろ。やらないよ。バンバン叩いて。出来事だけをね、説明して、ちょっと膨らまして、教えるだけで、そこまでやったらもうちょっとそうだね。うん、どうなるんだろうね。で、うん、それは芸能の学校でやってるのかね。俺たちだからその養成所も行ってないからな。そうかそうだね。授業知らないもんな。ああ知らないわ。どんな感じなんだろうな、うん、お笑いの授業って。いや、そうだね。なんかまあ聞くね、漫才の授業があるだなんだと聞くけど、どういう内容なのか分かんない、ね。その漫才の歴史とか教えてんのかな。どっから教えんだろう、ね。発声練習だってやったことないからな、俺たち。ない。いや、本当だよな。俺たち本当、キサラから上がってきただけだからね。うん。キサラでやってただけだからね、ショーパブで。別に誰が教えてくるわけでもないしね。うん、はあ。よくここまで登り詰めてきたよな。いや、すごい言い方してるね。登ったことは確かに、詰めてはいないと思うけどね。あ、そう。結構ね、いい景色見てんだよ、上から。詰めてなかったか。いや、そうだね。不思議だよな。でも俺、だから、なんか、こないだ、またスクール革命で、うん、7年前ぐらいの春日見たんだ。見たね。自分で見てどう思った？いや、なんだろうね。きついよね。なんか、バタバタしてるってなんだろう。なんか、はっきりとこう言い表せないけど、なんだこいつって、その普通に見ながら言ってたもん。なんだこいつって。言ってた、言ってた。なんか、春日がタイトルコール7年前、春日が逆ドッキリにかかるのにタイトルコールしてるみたいな、機嫌よくみたいな V が流れたとしたら、足とかね、動かしながらダブルピースしながら、おあだり、春日の、なんとか、イエーイとか言ってたよね。イエーイわーとか言って、後ろひっくり返ったりして。全然面白くないの。あれ、だから春日ってやっぱ面白くなったんだよな。だってあれだった あれはありえないから。ありえない。あんなやつ、見ないもん。いないよね。いない。芸能界の。後輩と第7世とか見ても、あんなにつまんないやついないよ。あんなつまんないタイトルコールするやつ。でも、春日って、だから、俺、ちょっと麻痺してんのかなって、この間、思ったのよ、うん。麻痺してる。春日に対して俺がしくじり先生でね。はいはい。昨日放送されたんだけど、うん、地上波の方で、はいはい、もともとアベマでやる予定だったのよ。あの企画は。ああ、そうなの？そうなの。それで、アベマでやる企画で、しかも、しくじり先生が深夜でやってゴールデンに上がって終わって、うん、で、また復活して、うん、で、今度月一の、うん、アベマは毎週っていう状態になってるっていう歴史の授業をしようって始まったのよ。うんうん、企画が、はいはい、そしたら、うん、吉村澤部アルピーに打ち合わせしてたら、うん、ちょっと若林さんちょっと様子が変わってきましたみたいな、しくじり先生云々よりも、うん、みんなちょっと抱えてるものが大きいから、うん、ちょっと授業内容変えましょうってなったの。へー。でもそれでもまあアベマなら、うんうん、ちょっとこうコアな話でもいいんじゃないかなと思って、だから俺だけ、うん、オンライン会議じゃなかったから、はい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 、俺だけ映像がなかったんだけど、うん、うん、みんなは、一応映像を、打ち合わせの様子を、ね、録画してた。はい、はいはいはい。それも素材として使おうって急になったんだって。へー。で、うん、その同世代ってことで、春日も、授業を受けてほしいってしくじり先生のスタッフさんが言って、うん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 、俺が普通教室に入ってくるんだけど、はいはい、春日から先に、うん、そうそう、そのサプライズで入ったら、う
俺袖でね、うん、待ってるじゃんそれを、うんうん、そのなんか春日が入った時のスタジオの沸き方がすごかったね、うん、そんなことないでしょそれはなんかちょっとドッキリみたいな感じだったから三沢が入場したのかなって思うぐらいうーわー三沢三沢あるうんタイヤマスクがいやだからなんか春日ってすげえんだなって袖で思ってたのそれはありがたいね私はだからいつも若林さんのところをなんで春日なんだっていう感じで盛り上がってくれたは盛れたくれたとは思ったけどねいや先生によっちゃ入ってきてもやっぱ全然盛り上がらないからそんなことないでしょ、まあ、どうないとも言い切れねえなんか、うん、あーしくじってますねって人いるから妙に納得されちゃうそういう回があるとあーしくじってるわっていう人それはそれで面白いけどねで納得しちゃうっていうみんな授業前に納得するってだからカスでも自分じゃ感じない、うん、2000何年から俺急に面白くなったなってそれは感じないよ感じないけど、うん、だからその2000何年そのあれ2000だから見たのいくつ10年ぐらい前か、うん、でもスクール革命も、うん、面白くなってるもんねカスガがああ、それは。つまんなかったもん。つまんな。で、俺、本当に、黄金伝説のスタジオレギュラーの時とか、うん、絶対滑るから、うん、その一言だけすごい用意してたもん。ああ、私がこう、言って滑った後の。うん。でも今俺、用意してないから。ああ、ありがたいじゃん。あの、スクール革命とかでも。はい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 。とか、自分じゃわかんないの、うん。2000何年に何があって、だから、滑るの怖がってる人のムーブだよね、うん、昔の V は。あ、ね、うん、ヒルナンデスも。うん、うん。うん。なんかこう、一人でパニックになっちゃってるみたいなね。そうそう。で、滑らないようにしてんのがちょっと。うん。それもわかるような。きつい感じ。きついな。まあ、いつからなんだろうな。それもわからないけど、前の V 見るときついなと思うよね。だからそれをだから順繰り見てって、あ、きつくないなって思うところなんじゃない？でも、うん、俺は申し訳ないけど、うん、自分で言うのは申し訳ないけど、逆だわ。うん、逆、うん。何がですか ?30 とか31に出た時のアメトークとか、うん、一本グランプリ DVD でいただいて、うん、家に行って、うん、たまに見ると、うん、この子大したもんだなって思う。あ、そう。お今の俺よりいいんじゃないかって思うもん。あそう。うん。あの人見知り芸人とか、うん、じゃない方芸人のアメトーク出たの30とか31、30とか。だいぶ前でしょ。この子いいねと思う。へ、今じゃできないなって思う。それは何ですか？どういう分析はできてるわけ？理由は。急がないよね、落とすまで。あ、昔は。アメトークでも、ちゃんとしっかり、焦んない、若いのに。はあ、で、引きつける。なるへそ。振りで。ちゃんと引きつけてからストンと落とすみたいな。短い言葉で、あー、大したもんだわって言ってるもん。それはなんで今できなくなっちゃったの？逆に、いや、それ。慌ててるから、ね。なんで慌てるのよ。それはおかしいじゃん。その頃ね。うん。慌ててないんだったら、今だったら。いや、恐ろしい。31の時とかの一本グランプリも。おー。だから、そのメンバー、だから、逆にその、俺なんかが、うん、戦えるわけないって思って言ってるからだろうね。なるほど、その、チャレンジャー、挑戦者的な。もう、挑戦者、年代が、並びが違うじゃん、もう、あそこの。もう、そうだね。出すときも、何々、みたいな、ちょっと抜いた感じで出したりしてるの、フリップ。すげえな、こいつって思うもん。確かにね、だから若林どんなもんじゃいっていう状況なわけでしょ。そう、だから、できなくてもよく、いいと思ってんだもんね、その頃は。背伸びしてないわけだ。うん。綺麗にやろうとしてないってわけね。だって、ダメでもともとじゃん。うん、まあ確かに。うん。元のところに戻るだけだもんね。そうそうそう。今はもう手が震えちゃっても。ああ、良くない年数の重ね方したんだね。そんなことってあんのかな。アスリートだったらまだわかるけど、ね。いや、だから舞台数だろうな。なるへそ。大喜利とかライブで毎日やってるのと、はいはいはい。久しぶりにやるってこととかが。そういうことか。だいたいルール説明してるからじゃない毎日。ルール説明はその頃よりうまい。最近そんなことないんだけどね。最近俺全部の仕事楽しいんだけど。そうそう、いいことです。うん。春日なんかね、どのあたりか検証したいよね。
あれだよね、なんか、海外行ってる時はどうだった？部族滞在期みたいなやってた時は。どうなんだろうね。なんか変だったよね、あの時も。いや、あの時もあの時で変よ。多分そういうのを見てきて、うん、オンエアショーとか見て、うん、あれいらねえんだな、みたいな、なんとなく体に染みついたんじゃない？ああ。やってること多分そんな変わんないけど、うん、余計な部分をこう、切れるようになったと思う、自分でね。でもさ、うん、だから最近とか、任せちゃおうっていう時間がすごい多いの、うん、春日に。あちこちオードリーでも、オドぜひでも。それはありがたいよね。で、俺も、なんか、すごい、たまにしか喋んないボケに今からなろうとか、思う時あんのよ。ああ、よい。任せちゃおうって、春日が食いついてるから。はい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 。とか、オドぜひとか、うんうん、あちこちで、あるのね。うんうんだけど、たまにとんでもない滑り方するよね。する。もう大、なんか大丈夫なんだな、うん、これで、すげえんだな、春日ってことを、もっとちゃんと世間と同じで思わなきゃいけないな、みたいなメモリを合わせようと思った次の日に、めちゃくちゃつまんないこと言ってたんだよ。あれで、またそれが魅力だろう？いや、魅力というか、やっぱどうなんだろうね。ちゃんと三振を今でもたまにするよね。全然するよ。めちゃくちゃ面白くないじゃないってことよ。うん、あれ、だから、その、必ず出塁するってタイプではないんだよね、やっぱり。そうだね。それが魅力でもあるけど。アベレージじゃないね。うん。なんであんな振り方したのかな。そうすると、なんか、うん、また、すいません、俺が誘っちゃったんすよ、とか、お笑いにとか、うん、行かなきゃいけないのが、うんめんどくさいんだよね。それ終わったと思ってたら、その時期はね。今日の昼なんですよ。めちゃくちゃつまんないじゃないか、アスちゃんって。思う週があったりするね。あるね。うん。あるなぁ、ある。うん。月何回かあるなぁ。何回かあるでしょ。月何回か。うん、どうした、春日っていう、ね、目をされてる南原さんと目が合うときはあるなぁ。すいませんって思うんだけどね。相手がもすいませんしかないから。でもその、まあだからそれもありきの男にもうなっちゃってるからいいんだけど。まあまあまあそう。まあなるべくなくしたいけどね、それは。でも結婚してからはあんのかな、やっぱり。ちょっと。どうなんだろうね。うん。ちょっと遡ってこう、過去から見直してみたいよね。家でも、うん。家でも突っ込まれてるとかあんのかな、クミさんに。なるへそ。あれね、結婚して思うけど、うん、一日の会話量が爆増するよね、結婚すると。いや、まあまあ、ベタな話なんだろうけどね。うん、いや、それも、それはあるかもしれない。あるよな。出すのも、うん、だからこっちからね、話す。うん出すのも多いし、うん、そう、聞くというかね、うん、入れるのも多いし、そう。情報のこのやり取りの量がもう段違いだね。だから、一人暮らしの時。換気扇がすごいね、うん、人と喋る、交流する換気扇がね、うん、頭の上にあるとしたらね、すごいね、回ってんのよ。だから人も話しかけてくるようになる。なるへそ。だから、マジで、一言も喋んないからね、一人暮らしで、俺30代真ん中あたり休みの日。いやいや、それはそうよ。で、それは別に苦じゃないしね。その、あれが閉まってんだよね、うん、換気扇のあれの、シャッターが、ちっちゃいシャッターが。だから、喋りかけてこないじゃん、ミトちゃんがいた頃にいるなんですとか、誰も。そうだね。で、換気扇が回ってるからさ、あれあるよね。それもあるんじゃないの？いや、それもあるかもなぁ。うん、外で話す量も全然やっぱ違う。一人暮らしの時よりもね。家でもそうだし。出す量も増えてるし、入れる量も増えてるから。逆に言うと、誰とも喋んないみたいな日がないよね。それは知らないけど。いや、ちょっと待ってくれ。そこはそうだねの、うん、ないよねの言い方で。ないでしょ、休み日だって家にいるわけだからさ、人が。もう一日。あれ、その、クミさんいるじゃん。うん。で、近所の人と喋ったりするその、地域の。地域の方、でも、保育園の。保育園の、保育士さんとか。はいはいはい、あんまりないかな。クミさんの方が、こう、話すから、そこにいて、うん、へぇいつもそうだな、
ほーとか、お前も喋れよ、うん、とか、言ってる、うん、まあ、挨拶ぐらいはね、うん、させてもらうけど、はいはいはい、話をするっていう。だから俺嫌な時あるもん、クミさんとめちゃくちゃ喋ってから今日現場来たんだろうなと思って、俺のことをね、クミさんって呼ぶ時あんのよ。そんなわけないだろ。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊、日本触媒、サミー、井出光興産、楽天カード、種の滝、AK レーシング、カジ旅フリー、JA 全農、ベラジョン無料版、日本 FP 協会、古川機械金属、AU 自分銀行、カントリーマームチョコまみれ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。オードリーのオールナイトニッポンではラジオを聴いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。たまに、たまにっていうか、どうしても、マクドナルド食べたいな、今日っていう日って、あったりすんのよ。あるね、ある。あるでしょ。あるあるある。うん、なんか急に。うん、で、ね、この間、名古屋に行くときさ、うん、オドぜひで、はいはい。品川駅着いて、なんか、食べ物、お腹空いたなと思って、もう絶対マクドナルド食べたいなって、なんかその時思ったね。へいへい。うん。うん、で、品川駅出て、マクドナルドでね、ダブルチーズバーガーセットを買ったんだよ。いいよね。で、いつも俺サイドメニュー、サラダ好きだからサラダにするんだけど、あ、そう、そんなもんいっちゃう。ポテト行ったろうと思って。いいね。うん。うん。で、ファンタグレープ。最高じゃないかよ。最高だろ？最高の組み合わせだよ。で、持ち帰りにして、うん、はいはいはい。袋を持ってさ、品川駅からさ、新幹線、ね、入って、で、自分の乗る新幹線待ってたの。へいへい。で、なんか、ちょっと早く着いたから、7分ぐらい。もう食べ始めちゃおうかなって。へいへいへい。ベンチに座って思ったんだけど、隣に人座ってたから、ものすごい美味しい匂いがしちゃうじゃない。まあ、そうね。マクドナルドの商品って。うんうん。なんか、なんか、なんか、マナー的にありなんだけど、オールオッケーじゃなさそうだなって自分の中の、はい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 、自分の中のモラル、うんうん、美味しい匂いでお腹すくなんか食べたくなるじゃん、あの匂いって、はい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 、だからそれでまあダイエット中だったらしたりしたらね、隣の人がそうね、食べたくなっちゃって辛い思いをさせてしまったら、そうそう、とかとか、まあ、影響は出るよ、ね、影響は出るものじゃん、自分以外の人にね。俺いつも新幹線乗るたびに春日のま、あれなんだっけ、豚まんのね、豚まん大阪から新大阪帰ってくる豚まん食べてたら隣のねお姉さんにね、えっケツな匂いさしちゃえって言われた、立っちゃったって話あるじゃん。立っちゃったまで言ってない。興奮したね。あ、興奮したか。あ、そうだったっけ、落ちを忘れちゃってた。行きたかったお店に行けなかったからね。それ系の。
俺もあの話ほんと好きでさ、うん、あれまだ滑らない話してないって話したもんなしたね、うん、短編小説で書いてほしい、ね、いやなんでよなんかね人間のねなんかすごいね人間なんだよねあの話いいね、うん、布団の匂い嗅いだみたいなやつでしょそう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 なんかすごくねいいんだよあの話まあそれで そ, れ、ね、そのなんか食べるたびにあの話を思い出して、うんこの話、この食べ物オッケーなのかなって思う時があるの、うん。ああ、でも私もあれがあるから。あれ以来あるだろ、うん、ちょっとね、うん、気にする部分もありますよ。まあでも、あるんじゃない誰しも。そうそうそう。うん、社内でね、いただくときで、ちょっとベンチやめとこうと思って、うん、新幹線来たんですよ。うん、乗る新幹線、うん。で、自分のあの席のとこ座って、うん、ね、うん、マクドナルド、を、うん、新幹線の中で食べるのってありかなしかを、うん、ネットで調べてたの。なるへそ。うん、うん。はい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 。で、そしたらね、うん、賛否両論なんだよね。あー。その JR が決めてないんだから、いいんじゃないですかっていう人もいるし、なるへそ。私だったら食べないですけどね、とか、うん、うん、うん。なんか。なるへそ。うん。で、うん、ぐるっと見渡したの。席を、うんうん。そしたら、うん、みんなマスクしてんのよ。まあね、この今はね、今ね。いいかなとか思いながら、うん、品川からね、もうね、なんつうんだろう、エチケット袋みたいに、口に、ビニールをこう、くっつけて、うんうん、その、ハンバーガーを外側から握って、もう、その何、うん、完全に、口にビニール袋をね、マクドナルド、当てたまま匂いがなるべく漏れないように食べてたの。え食べてんのそれも、うん、すでに。どこわかる状態。わかるわかる。だから、うん、ビニール袋越しにというか、うんうんうん、ビニールの中だけで食べてるってことでしょ？そう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 。うん。うん。テーブルの上にビニールあって、はいはい、紙袋あって、紙袋の中にハンバーガー入って、うん、はいはいはい。ハンバーガーの包みをビニールに手入れて、うん、なるべく匂いが漏れずに出す。なるへそ。それをまた手を出して外側からハンバーガーを持って口に、うん、ビニール越しのハンバーガーを持って口だけはビニールの中に入ってる。食べてたのよ、はいはいはい、そしたら駅員二人がバーって通路走ってきて、ほう、俺の真横に来たの。え、うん、で、俺、うん、ビニールから、バッて顔外して、うん、もう、肩結びしながら、すいません、通路で食べますんで、って、反射的に言っちゃったんだよね。はぁ、あ、はぁ、あ、なんかこう、迷惑をかけてんのかもしれないと思って。で、誰かが言って、うん、匂いのことを、うんうん、美味しい匂いがしちゃってると。うん、で、駅員が走ってきたの、うん、と思うじゃん。うん、だから、はみたいな顔されて。あ、駅員さん。チケットを拝見させてくださいって言われたんだよ。ほう。そんなにと思って。うん。そんなダメなことなのと思って、うん。いやーってチケットパッて渡したのね。うん、そしたら、駅員さんが、お客様乗る新幹線間違えられてますね。って言うんだよ。ほう。で、俺、その車両のその番号に乗ったんだけど、俺これ、すごいショックで、昔飛行機で、なんか、うん、俺が乗るはずだった7の A、うん、8の C とかを、間違って座ってるやつ何なのって話したでしょ。座席のね、座席を。ね、うんうんうん、で、俺がなんか、これ俺の席ですって言ったら3人の家族で子供いて、2人お父さんが、うん、俺に一言も謝らず、みたいな感じで、席移動して、うん、何なんこいつら、この家族。はい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 、間違えるか、7の A と。11の A よみたいな話ずっとしてたんだけど、はいはい、それとこれとは違うじゃん。飛行機ごと間違え、列車の間違いはあり得るっていうことが。うん。座席のね。そうそう、座席は合ってる。うん。列車ごと間違っちゃってるやつがいるわけでしょ？そう。でも、それにはまだちょっと待って、うん、言い訳があるんだけど、ほう。で、もう8年、オドぜひって。いやいや、8年もっと10年ぐらい?10年。10年だ、10年。オドぜひが名古屋に行くようになってね。うん。うん。10年ね。含めて。毎、各週ね。うん。いつも同じ時間の新幹線なんですよ。そうね。ね。うん。
そしたら、うん、その日だけ、うん、春日が前に仕事が入ってて、30分遅い新幹線なの。で、もう見ないじゃん。明日のスケジュールのチケットの時間なんて、10年ですよ、オドぜひ。毎、各週同じ時間よ、10年。うん、見ないじゃん、チケットの時間なんて、もう知ってるから。そうね、改めて確認しないよね。何時何分の新幹線、はいはいはい、何々号に10年乗ってるから、うんうんうん。それに乗ったわけよ。なるへそ。うん。ああ、いつものやつに。そう。うん。だから30分前の新幹線のチケットその日はね。そう。その日は限って。そう、それで、うん、そんなはずはないと。うん、10年。いや、そんなはずはない。チケット見せてくれたって言ったら、うん、確かに30分後なのよ。あれマジでと思って。で、その時点で、うん、ハンバーガーじゃないことは分かったじゃない。あー、その駅員さんが来た理由がね。駅員が走ってきた理由が。ええ、で、すいません、じゃあ、新横浜で、で、したら結構強いのよ、口調は。ここに座られるお客さんいるんで。あーって言われて。なるほど。だから、その、座る予定だった人が、俺が座ってるのを見て、駅員さんに行ったんだろうね。で、うん、駅員さんが飛んできた時に、俺はビニールに口つけてハンバーガー食べてたっていう状況なんですよ。怪しいよね。っていうことしか考えられないじゃない。駅員が、他の人が座るんでって言いに来たってこと。その元々の座席の人も、うん、何してんだろこの人っていう。怖かったんだろうね。声かけられなかった。普通何も普通に座ってたら、すいません、私の席なんですけど、多分言えるんだろうけど、うん、こうしてるからさ、ビニール袋、そんなやつに声かけるの怖いじゃん。だから駅員さんに行って、うんうん、あっと来たんじゃないそれ。そう、そうなんだよ。なかなかない駅員さんが。で、ここ座る人いるんで、めちゃめちゃ、うんうん、強いなぁ、口調がと思って。で、その、うん、乗る人も俺に言ってくれたらいいのに、うん、私の席です、うんうん、と思いながらもね、うん、もうに、肩結びにしてビニールを、うんうんうん、通路で、品川から新横浜までずっと、うん、もう通路でも食べなかった。もうそうだね、食べるのはね。うん、本当アップルのロゴみたいにかじられた部分だけです、チーズハム。それ持って、ファンタグレープもまだ一口もけて、ポテトも一本も食べてないので、新横浜まで降りたの。はい、はいはいはい。で、30分空くじゃん、時間が。自分の乗るはずだった。そうだね。それで、うん、こう、ちょっと寒くなってきたじゃない最近、うんうんうん。ガラスの部屋にみたいになって、待合室みたいな。ホームにあります。で、食べようかなって座ったら、うん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 、あれ、どこのチームかな、サッカーかな、サッカーっぽかった。なんかね、うん、バスケのね、サッカーの、ごめん、サッカーのチームの全員が同じジャージ着た選手でびっしり埋まってたんですよ。へぇ、その待合室が。うん。なんか、サッカー選手になんかチーズバーガーの匂い嗅がしてもなんかサッカー選手って食べたくても我慢してそうだなと思ってで出たのとりあえずそれ持ってでベンチで食べようと思ったらベンチにもサラリーマンというか会社員の方、うん、女性座ってるかなんかこうもう駅員のあの感じに恐怖感になっちゃってるわけよなるへそ。うん。うん。お客様って言われた感じに。はいはいはい。だからもうマジで、意外と新横浜の駅って、なんかこう、うん、何もないって言ったら失礼だけど、まあ何もない。もう本当で、このベンチも座って食べたかったけど、うん、ベンチもダメ、でもここ売店あるって言ったら、ホームのもう誰もいない端の端で俺チーズバーガー食べてた。そこまで行って。そこだ、ここだったら匂い全然ない。新横浜の端の端で、なんて30分今日に限ってね。なんか、今日は30分遅いんで気をつけてくださいぐらい、なんか送ってこいや、社員よ、と思いながら。いや私は乗ってるわけだからね。うん、そうそう、うん。でもお前は仕事してるから。あ、そっかそっか。俺にとっちゃは、あ、確かに。10年、一回も時間が変わったことない、新幹線が。まあ、イレギュラーのことだからね。そうそうそう。確かに一言あってもよかったもんね。そうそうそう。で、その30分の間にこう立って、うん、ハンバーガー食べて。で、ハンバーガーとポテトと、で、うん、飲み物ってさ、うんうん両手、あれだから片手にこのビニール袋をかけて、うんうん、その、ファンタグレープ、ポテト、ハンバーガーを、こう、三つ、こう、の紙袋にいろいろ手を、こうしながらこう食べてたから、端で、新横浜の。ああ、なるほど。結構腕が疲れてくる。逆の腕にして。
左手にしてハンバーガー食べてポテト食べて手にかけながらね、そうそうそう、手にかけながらパンダ飲んでて袋を、そうそう、かけながらしかないと、立ちながら食べる、立ってるわけだね、なんか座って食べてるとなんかヤンキーみたいじゃない、まあ、確かに、ベンチもないのに、そう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 、そうそう、それもそれでと思って立って食べ終わってはいはい、ゴミ箱に入れて、うん、したら30分後に新幹線来たのよ。うん、そうよ。もともとね。で、新井ちゃんとマネージャーの春日が座ってんのよ。予定30分後の。で、俺も、新井の後頭部めっちゃ睨みつけたの。言えやろ、お前。で、新井のせいじゃないんで、せいじゃないよ。D ちゃんのせいなんだけど、これは。これは。D ちゃんの。せいでもないんじゃない。まあ、ね。見るだって、うん。10年だよ。まあそうだね。受け取ったし、もう、うん。10年時間変わんないんで。え、お前、もし、見てる毎回。いや、見てないわ。じゃあなんでそっち側立ってんのおかしいじゃん、話が。いや、そうだね、うんうん。私も逆だったら、もしかしたら間違えてたかもしれないな。あ、いや、じゃあなんで、よくおかしいよくよく考えてみると。そうそう、見ないでしょ。見ないわ。あの時間、名古屋の仕事の新幹線。もう来そうだね。それで俺も春日のこと、フードかぶった春日でもいつもの。めっちゃ睨られてる。うん、そんなてめえ仕事し入れてんじゃねえぞ、これ。いや、私が入れたわけじゃない。D、それも D ちゃんのせいだ。まあ俺めっちゃお前は、30分新横浜のホームで立ってたんだぞ、俺も。それは分からんよ。それは知らんよ。それは分からんよ。めっちゃ睨みつけて二人で。ね、うん、それでまあ名古屋着いて。はいはい。それで、名古屋で収録があって。うん。それで、収録終わって。うんうん、着替えてたら、うん、新井マネージャーは何にも知らない。で、俺新井にも言わなかった。おう。うん。うんうん。あ、新井は、品川の時点で俺がいないから。はい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 。その時は俺多分パニック状態の時だと思うんだけど。うん。LINE して来てたんだ、俺に。ああ、乗られましたかと。予定通り乗られましたかだ。うん、うん。したらごめん、30分いつものに乗っちゃってた。ああ、そうですかってなってたんだ。うんうんうん。そうそうそう。なるほど。うん。で、別に荒井に何も言わないよ、俺は。はいはいはい。だったら言ってよとか。うん。うん。D ちゃんには言ったけどね。新幹線いつもとイレギュラーの時は、はいはいはい、LINE 一本ちょうだいって言って、俺見てないから、うん、新幹線のチケット。10年、一緒だから、うん、みたいな、あ、申し訳ないです、みたいなことがあって。はいはいはい、はい。それで、これ俺悪くないよね。うん、まあそうだね。うん。うん、まあそれ。毎回同じの10年見ないよ、ね。俺はごめん、俺が悪いのかもしれない。新幹線のチケット見なきゃいけないのかもしれない。いや、でも一言、うん、あった方が、まあ、いいかもしれない。まあ、それはいいんだよ、もう。その話は。今後気をつけていこうぜって話で。まあまあ、そうね、うん。まさかその D ちゃんも、うん、ハンバーガーを立って食べてるとは思ってない。そこまでは、わからん、さすがに。そうそうそう。うん、それで、帰り終わって、たまたま、ね、その時にね、うん、着替えてたら、荒井マネージャーが、荒、うん、井ちゃんが、はいはい、若林さん、今日、うん、新幹線間違えた時に、うん、駅員さん二人、ものすごい勢いで来ました。え？言ってきて、ほう、え？なんで知ってんの？なんで知ってんの？って聞いたの。うん、確かに。うん。もう、え？そしたら、うん、その時に限って、オドぜひが、うん、三四郎が、出る、うん、ゲストで来るっていう日だったの。はいはいはい、うん、若林さんが座ってた席、うん、三四郎のマネージャーさんの席だったらしいんですよ。へぇー。うん。たまたま。たまたま。はぁー。で、三四郎のマネージャーさんが どうなったっす乗って、座ろうと思ったら、俺がものすごいビニールに近づけてハンバーガー食べてて、若林さんだってことも分かったんだ。あ、分かったの？うん。だから、そんな喋ったことも、若い可愛らしい女の子のマネージャーなんだけど、喋ったこともないから、関係性ないから、若林さん、間違えてませんかって言おうか迷ったんだけど、もうすごい勢いで、はいはい、ご飯食べてるから、で、若林さん今日一緒だし、なんか声かけにくかったんだ。ああ、まあまあそうだろうね。うん。だから、駅員さんに言いに行ったんだって。私が乗るところにちょっと座ってる方。あ、そう言いに行くか、そうか。そうそうそう。自分じゃ言いにくかったんだって。はい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 。で、駅員さんが来て、うん、俺が間違ってるってことが発覚し、うん、ってことで、うん、なんか申し訳ないことしちゃってって言ってますと。ああ、なるへそ。で、俺は、いや、それ、そんなことないっつって、
三四郎のマネージャーさんに会いに行って、うん、ごめんなさいね、今日ね。はいはいはい。いやいや、ごめんなさい、こちらこそ、みたいのがあったの。うんうん、なるへそ、うん。でもなんか、うん、その、なんだろう。だから、なんだろう。三四郎のマネージャーさんから見たら、うんうん、声かけづらい人に見えてるっていうのが結構俺ショックで。あ、そう。うん、なんか、うん、なんだろうな、春日だったら声かけてんのかな、とか。ああ。トム・ブラウンだったら声かけてんのかなとか、いろいろ考えちゃって。人によるんじゃないかと。うん。だからなんか、だいぶ気難しい人間だと思われてんじゃないかなって、なんか、すごい気になっちゃったのよ。うんうん、なるへそ。うん。登り詰めたなーと思って。なんで上すぎちゃって。確かに。いや、そうじゃないと思う。うん、誰であれハンバーガーをこうして食べてるやつに声かけられなかったわけでしょ。やばい、そんなやつは。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。まあ、あの、クミさんとね、よく話すみたいな、うん、まあ、会話をするみたいなことをさっき話しましたけどもね。うんうん、まあ、大概がもうこの話なんですよ。あら、そうみたいね。なんか子がなんとかだったとか、うんうん、この後どうしようかとか、このなんかがあるみたいなね、保育園とか。いろいろ喋ることね。基本この話、もう子か、子がもう8割だね。うん、ああ、うん。で、あとはその、ちゃちゃの話みたいな。ああ、はいはいはい。うん、ほとんどことちゃちゃで締められてます。まあ、そんだけあるんでしょ、話さなきゃいけない。まあね。そんな、まあ、今考えてみると。うん、そんな感じで、まあ、この話よくするんですけどね。うん、日に日にね、まあ、なんだろうな、そう、全部は、言って、うん、ではいないんだけど、うんうん、まあ、止めてるというかね、うん、良くないなと思ってるからあれなんだけど、うん、まあ前も言ってましたけど、その春日がすごいなんかこう細かいことを言ってしまうんでのよ。誰に？そう、子に、このかん、子に対してね、久美さんにここをこう、うんうん、まあこうしてくれとか、はい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 、気をつけてくれみたいな、なんかこうテレビをけね、見てたりした子がね、うん、もうちょっとこの後ろの方で見させてくんないかなとかね。あ、なんかもう、もうかぶりつきで見てるのよ。あ、なんか目悪くなるじゃない？あ、とかさ。そういうの気にして。そう、気になっちゃうんだよね。だからまあ、あとちょっと今こういうもうね、乾燥してる時期だからさ。ちょっとなんか風呂とか入って、一緒に入ってて、はいはいはい、ほっぺたのさ、端の方はなんか、はいはいはい、なんかちょっとね、かさついてたりしたら、はいはいはい、そこクリーム乗ってるのかい？あ、いちいち言っちゃうんだね。いちいち言っちゃって、これは良くないなと。うん。やっぱりこうね、毎日毎日こう接する時間長いのは、久美さんの方だから、そんな分かった上で、大変だったり、で、他のこともやんなきゃいけないから、その手が回らないからそうなってるみたいな状況もあるじゃない、絶対。はいはい、そこをなんか横からさ、これはちょっと違うじゃないかとか言って、それ腹立つじゃないですか。そういうことか。事情がある。もちろん分かってることだから、できてないみたいなこともあるだろうから、はいはいはい、それをなんかね、はいはいはい、うん、檻の首取ったかのようにさ、言ってきた。で、私自身も嫌なのよ。あんま言うのが。なんかこの、もっとさ、こう、ドーンとしていたいわけですよ。旦那として。して、そのなんか昭和のさ、お父さんみたいなさ、なんかすりむいて膝ね、怪我しても、なんかもう唾つけときゃなるだろうみたいな、風になりたい。本当ね。だけど、膝すりむいたなんて日にゃ、消毒はしたのか。いつだ、それいつなんだ。なるほど、どう、どうなんだろうな。それって。そうなのよ。で、まあ、いろいろ細かいことを、やっぱこう、言ってしまうわけですよ。タブレット端末、もうタブレット端末一切半なんだけど。もう見るのよ。へぇー。まあ、パンマンとか、その、ノンタンとかが好きでさ。すごいね。すんね、見てさ、なんだったらもう、なんか、まあまあ、これもベタな話だけど、こう、操作できそうな感じまでなんか言ってんの。はいはいはい。その画面触ったら止まるとかさ。はいはい、はい。なんか分かって、こう。分かってやってる感じ。ちょっと横にこうね。ずらしたら。ずらしたり、もうなんか、はっきりとは操作できてないんだけど、そうするとなんか変化が起きるみたいなことは分かってる方、ゆくゆくこうできるようになるの。すごいね。おそらく。うん。でもそれも、
いかがなもんなのかとか、ね、なるほど考えちゃうね。そうそうそう。まあそれはなんかね、あるけど、1日なその30分にしてほしいなとかさ。ああ。だけど、その見てたりした方がいろんなね、食事だとか、子供がよく食べるとかね、集中してるから、その画面に。はいはいはい。とかはあるんだろうから、あんまりあれなんだけど。はい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 。つまり、まあまあ、ね、まあ、多少言ったりはするんだけど、言えてないのがさ、タブレット端末をこう、立てるように置けるカバーがついてんだ。ああ、はいはい。ね、こう、はいはい、自立して見られるように。それをね、いつもね、まあ、こう椅子に座ってますわ、子供用の。で、まあ、テーブルがあって、その、なんかね、ちょっとね、右にずれてんのよ。正面じゃなくて。それをこう見てんだけど、子が。そうするとさ、正面じゃないからさ、その、右目とさ、左目のさ、距離が違うじゃない画面に。はい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 。そうするとさ、左の方がさ、若干遠いからさ、目の位置的に。左目の方が悪くなると思うんだよね。正面じゃないと。まあ。正面だったら右と左が画面と同じ距離じゃないですか。正面の方がいいのか、じゃあ。それも左にずらしたのもしかりよ。右目が多分悪いから、距離が遠いから。なるほど。うん、これはさ、距離が遠いから。画面との距離が、遠いじゃない、片方の目がさ、近い方が悪くなるんじゃなくて、近い方だね。まあちょっとだからちょっとだからでも聞くよ、本当にもう細かいこと俺の知り合いでもいて、それでちょっともうちょっと、外から見てもやばくなっちゃって、昭和に出版された育児書を買って、それで育てることに変えたっていう人いた。全部気になっちゃってるから。はあ。書いてあることを気にしてた。そう。それやっぱりその、父の方が。そう。口出ししすぎて気になっちゃうから、昭和のを、奥さんが買って渡して、あとこっちだけ読んでて、つって。したらもうなんか、すごい今より、何々を与えとけばいいでしょうとかしか書いてないらしいよ。それで、収まったらしいよ。あ、そう。ああ、それはもう、一刻も早く見るべきだね。で、わかんないけどね。そう、俺はわかんないけど。そういうやり方もあんだね。それはちょっと勉強になったね。でも、なんか、愛してるからだろ？まあ、そうだね。なんだこの会話、お前。やっぱ、かけがえがないよ、ね。怖いよ、もう。かけが、宝物。でも、過干渉になるとまた、あれ、反抗期の時大変だぞ。あ、そういうもんかね。いや、俺は知らないんだけど。あんな知ってるみたいな、育て上げたみたいな言い方しないでくれよ。クミさんがしっかりしてるから大丈夫だろうって。そう、クミさんは、おそらく、そういう、やつだっていうのもね、母さんが分かって、多分、うまいこと聞き流してくれてはいると思うの。なるほど、なるほど、なるほど。細かいと。はい、あ。だからそれに甘えて、甘えて。そう、ガンガン言いすぎるのも良くないなっていうのは分かってるんだけども、ついつい言っちゃう。はいはいはい。ところもあって、はいはいはい、一番この、今ね、気になってんのが、虫歯問題なんですよ。虫歯、はい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 。ね、なんかもう、聞くところによると3歳まで。このね、にもう決まると。口の中の。その虫歯菌と、なんか他の菌の割合が。で、3歳ぐらいの時点で虫歯菌の方が多かったり、まあ割合わかんないけど、まあ多かった方が悪そうだから。まあ多い方が良くないんでしょうね。そうするともう、その先ずっと虫歯にかかりやすくなる。はいはいはい。3歳まで虫歯菌を抑えられると、その先、この虫歯になりづらい。それは何？本当なの？なんかネットとかで調べるとよく出てくんだよね。なんか全部信じらんないよ、ご時世になってから。でも、なんか、私が結構虫歯が多かったりしたからさ。ね、子供の頃とか。俺も多かったよ。ね、歯医者さん、きついじゃない？子供の頃なんか特に。でもそれがあったから、うん、今こうやってラジオできてんじゃないか。俺ね、関係ないと思う。そうでしょ。ちょっと今考えてみたけど。おかしなこと言ってんなと思ったよ。だけど、いや、一回考えてみようと思ったけど。ちょっと無理だった。言ってくれて助かりましたわ。間違って、間違ってて、急すぎるよ。
話が。うん、近すぎるでしょ。で、そ虫歯問題で、それでね。それな、調べんの。うん。で、まあでも、3歳まで、それで、ダメだったとしても、うん、仕方がないかもしれないから、そうだね。できることはやっておきたいじゃん。まあね。まあ、ね、うん。ね、3歳まで。うん、そりゃそうだわ。ってね。そりゃそう思うわ。うん。で、一応、クミさんも、それは分かってくれてて、うん、いろいろこの協力というか、虫歯多いしな、二人とも。いや、まあ、虫歯世代だから。虫歯世代。ちょうど虫歯世代とかないんです、うん、まあまあね、うん、歯医者さん、痛かったりするじゃないですか。そのもちろん虫歯だから。なんなのそれで。で虫、ね。今日はどうしました？いや、ちょっと聞いてください。どうなさいました今日。いや、そう、虫歯も、虫歯で、すごく、が一番神経質になってる。私が。ところで、うん、で、クミさんも、うん、もうその、分かってもらってね、うん、その、我々が使ったスプーンであげたりとかも しないし。それやるらしいね。うん、それずっとやってたら、うん、親戚が来て、あ、うん、げてて、うん、ブチ切れそうになったみたいな話聞いたことある。ああ、ね。すっごい頑張ってやってたのに。で、まだその、はい、初めてそんな経ってないから、うん、まだ一歳半だからそんなでもないけど、もうやっぱり気になるよ。もう誰か、それこそその、うん、ね、うん、私のその、所沢とかに連れてったりするから、うん、うちだけでやってても、うん、できないじゃない、うん。で、ね、それこそ、グミさんのご実家にも預けることがあったりとか、で、世話見てもらうことあるから言っといてもらって、はいはいはい、それもどれぐらいの感じで言ってんのかなって、現場にいなかったから、そこもちょっと気になってんだけどね。ああ、はい、はい。その、強弱あるじゃないですか。あると思う、あると思う。今日で言ってくれてんのかなっていうね。なるほど。はいはいはい。まあでも、ね。今日で言っててほしいってことね。そうね、できれば。うん、私はその、所沢の方には今日で言ってるからさ。ああ、どういう感じで言ってんの？やめろよ、つって。あ、そんな言い方でしてんの？今日だからもう、これはもうしょうがない。ああ、そうか。弱だったらそれやめてね。ああ、ね、でも、できれば変えてね。向こう側の人には今日で言えないもんね。あの、持ちしょわすやつで怒られてるから一回。もういいんじゃないか。いいんじゃないかってあんまりね。って言われてるから。話さないその親父さんにね。うん、うん、怒られたから。うん、うん。それがあるから、所沢で言っててさ、言ってんだけど、だからもう、それもね、神経質。そう。でも、うん。いや、それもさ、その、むちゃくちゃだったからね、俺たちの時の。むちゃくちゃ。本当に全部の写真、俺抱っこしながら親父タバコ吸ってるから。マジで、いやでもそういうの。こうだったよね、うん、でも、うん。多分あったんじゃない？春日のお父さんも、うん、食卓でタバコ吸ってた時代とか。あったと思うよ。あった、あったもん。灰皿。灰皿がね。その灰皿のあれも全然今でももう覚えてるもんね。もう今、大問題でしょ。春日の子がいるとこで誰かタバコ吸ってるなんて、もう。だいぶ濃いよ、もう。でもさ、大声出すよ。不思議だよな、うん。本当にどこも黙々してたんだもんな。いやー、そうだね。で、もう、それで、もう、虫歯のこともそうだし、うん、もうゼロリスク進行だな、じゃあ、春日は。まあ、そうなんだろうね。うん、そうだね。でも、なんかすっごい英語とかやらせそうだな。お前ってなんか教育熱心そうだもん。か外から見てると。やらしたいよね。何やらしたいの？まあまあ、水泳でしょ？うん。水泳はもうマストだな。うん。いるじゃん、いい家の子でさ、うん、もう月金全部習い事みたいな子、うん。いる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 。水泳だけでいいね、じゃあね。うん、まあ、その、おっしゃってた、英語ね。英語うん、英語もやっぱこう耳がいい、ね耳がこう吸収、耳が今覚えるより。めんどくせえぞー子供の頃が耳でトーク、人気なくなるぞーこのオールナイトニッポン今英語鳴らしてるなバレーってさみたいな。もバレーもね、バレーもそう、ね。バレーもやらせたいのバレーもやっぱ女子だからね。だからその、やって、なんか嫌がったら無理やりはやらしたくないけど。で、だからさ、うん、日向坂と仕事しててさ、うん、全員そういう家庭じゃん。まあ、そうだね。教育が、あの、すごく。ちゃんとしたお嬢さんたち、ね。ちゃんとしたお嬢さんたちじゃん。うん、最悪だろ、それで俺みたいな人に、うん、はい、お前とか言われてなんかやりされて、もう十、二十歳ぐらいになって、そんなに頑張って育てて。いや、親御さんとしたら、
なんぼのもんちゃいってやっぱ思うよね。いや、やってみよう。日向坂のさ、お父様方、うん、お母様方もさ、うん、オンエア見ながらさ、若林ちゃん、なんぼのもんちゃいって、もう、腹当てにいくれどこの馬の骨の。でも俺らの、ちょい上か同世代ぐらいだろ。いや、そうだろうね。うん、うん、うん。もう、お前、くるるって何度も思ってたろうね。何に無茶ぶりしとくれんじゃん、みたいな、ね。あと、K-MAX にもな。そうだね。そもそも K-MAX、なんじゃよ、俺らって。やらすとんじゃん、うちの娘にって。多分、春日が、そうだってなるだろう。だって、その15年とか経ちゃ、もう。いやいや、ほん当たり前のこと言うけど、15年とか経ちゃ、中3だからね。うん、当たり前だな。それにしても当たり前だったな。でもそう。いや、そんな、何の話、そうそう、何の話だ。で、細かいって話よ。細かい。だから、虫歯のやつが、やっぱ3歳まではなんとか、うん、なんでそんな冬さ、ずーっとクロックス履いてるような人間がさ、うん、そのなんか、ちょっと乾燥してるだけで気をつけんの？やっぱ愛してるから？いやー、やっぱそうだね。あんた、お前、2期なくなるぞ、お前。2期なくなってきてるらしいぞ、お前。より嫌な風に言うな。なくなるぞで止めてほしいよ。いやー、そう言ってその、ね、わかるよ、うん、ちょっと連想はすごい、想像はしたい。そうなっちゃうんだなっていう。なっちゃう。だから、どっかでなんか、まあ、キリをつけてじゃないけどね。やっぱ、キリがないから、うん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 、自分でもなんかもう、嫌、うんうん、は嫌なのよ、うんうんうん。言いたくない。でもやっぱりね、うん、うん、もやもやしてるんだったら、うんうん、ちょっとこう、伝えた方がいいんじゃないのかなっていう、あれで、キリさんに言ったりするんだけど、うんうんうん、だスプーンとかも変えてもらうのそれも もちろん、やってくれてありがたい。うんうん、でもそれも基本なことなわけですよ。そうな、今じゃ。うん。で、この間なんか、子がね、飲むコップみたいのがあってさ、うん、ストローがちょっとこの上のカバーをずらすと、ピョンって出てくるのが、うん、はいはいはい、子供の、ね、はい。それが、テーブルに置いてあって、うん、その隣にクミさんが飲んでる、うん、なんか買ってきたコーヒー、うん、アイスコーヒーみたいな、うん、ストローがついたカップが置いてあって、はいはいはい、それがあったのよ。はいはいはい、したクミさんがパーッと来て、はいはい、ノールックで、うん、この方のね、うん、やつをこう掴んで、うん、飲んで、うんうんうん、ああ、間違えちゃった、うん、って言ったの。はいはいはい。ね、うん、で、その、見てたからさ、うん、ね、間違えちゃった、うん、なんか、うん、気をつけてよ、ぐらいだったらいいんだけどさ、うん、それ、私ね、うん、すぐ消毒してもらっていいかな、つって。ああ、そう。そこに置いとくと飲む可能性があるからね、子が。パッと取って。すぐうん、消毒を、ね。ああ、そうなっちゃうもん。そうそう。言い方もなんか、ね、うん、良くなかった言い方、これよりも良くない言い方多分してるはずなのよ。何してんだと思ってるから、その時ね。うん、って思ってるからさ。うって思っちゃってるからさ。はははは、ね、はそんなのあるじゃない。はいはいはい、そんな、まあ、ミスというかさ、はいはいはい、そんなちょっとしたこと。うんうん、とかね、あと、うん、クミさんがポテトチップを食べてた。うんうんうん、もちろん手でね、うん、右で食べてて、うん、で、子がその椅子に隣でね、うん、子が椅子に座って、なんかせんべいみたいなの食べてたの。はいはいはい。でね、そのせんべいがなくなって、うん、まだ欲しいって言って、ちょっと離れたところにせんべいを、うん、まあ欲しがったの。うん、そしたらクミさんが、うん、その、右手で取ろうとしたのよ。うんうん、で、それを春日が見て、うん、ちょっと、拭いてくんねえかって言ってたよ。手を。右手でこう食べてたから、ポテトチップ。ああ、それで。食べてたから、その手で。分かんなかったわ、聞くまで。うん、その手で、うん、子に、左手であげてくんないか、つって。うわあ、なるほど。うん。うんうん。すごいなんか、嫌な顔した。でも嫌だから、嫌じゃん。そんなリアルだなすごい嫌な、はい、みたいな。リアルだな言うやつだしなっていうのも分かってるから。そう。嫌な顔になって。言ったってしょうがねえやつだから。バカだから。1、4しか考えないから。うん、2、3じゃなくて、1、4で考えてくるバカだから。いや、そうだろ。うんうんうん。言ったところでこいつはわからしねえから。わからしねえから。うん。ああ、また、というのがあって。ま、っていうね、うん。それぐらいな感じでこう、うん、言っちゃうのよ。言っちゃうんだね。うん。で、ちょうどもうさっきですよ。うん、今日一回家に帰って、うん、
から来たんだけどね、日本放送に、うん。ちょっとした時間があったから。うんうん、で、この、ちょっと横になってたのよ。うんうん、寝室で。うん、そしたらね、うん、ま、くみさんもなんか作業をしてて、うんうん、あ、風呂入ってたのかな、うんうん、で、風呂からこう出てきて、うん、で、その間子は、こう、なんか遊んでたから、うん、おもちゃとかで、うんうん。で、その間にこの風呂入っちゃおう、なんつって入ったんだろうね。うん、したら、くみす、で、私がお姉さんが声だけしか聞こえないんだけど、うんうん、ダメよダメだよって言ってんの。なあ。子に対してね。はいよ。なんだろうなと思った。そんな、ダメよつって、そんな、ゴミ箱ら拾って。うん。アイスのね、うん、カップなんか出して、こう、舐めしちゃダメよ、うん、なんて言うのよ。はいはいはい。ほんで、おって思ってさ。うんうん。アイスのカップ。うん。舐め、いや、口に入れとるがな口に入れとるやないかいと思って。これで、ね、私は見てないからさ、どういう状況なのかわかんないけど、で、もう、と思ったから、瞬間的にさ、結構もう声荒げちゃってさ。風呂で？いや、風呂で、私はこうね、そのベッドにいるの。ベッドにいる。で、クミさんは、その風呂から上がったばっかりぐらいで、ちょっと顔を出してんだね。顔は出してる。その私がいるところから見えないわけ。ところで、クミさんのことは見える。はいはい、で声も聞こえるけど、この状況はわかんない。はい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 。ね、部屋の、はいはい、構造上の、はいはいはい、配置上、はいはい。でも言ってるから、おっと思って、うん。で、ダメだよ、ダメよ、話して、とか言ってんだけど、うん、いや、タブトリやないかい、と思って、うんうん、いや、そんなんじゃ話すわけあれへんやないかい、と思ってんだよ。なるほど。もう言ってもう取らないと。うん。すぐな、ダメよだけなのよ、と思って。うん、はいはいはい。だからさ、もう、うん。行けっつって言って。いや、それはもう、もう、あ、キングだみたいな。ほんとよ。突撃みたいなことよ。行けっつって、行ってっつって言ってさ。言ってさ。いや、そんなん聞かないわ、ね。それはお前が行けようにはならない。いや、そうだね。うん、返す言葉でなかったけどね。なんでお前はさ、そのさ、軍のさ、なんつうの？テントの中にいんのよ。そう、軍師の立場で。行けーって言う。お前が行けようにはならないんだ。ならそう、だから、うん、その眠かったっていうのもあるし、それもね、てめえが行けよって。それはなんか、クミさん言わなかったの。寝ろーって。そうはならないよ。そう、ならない、ならないよ。うん、行けって言って、ああ、つって言って、パーッと通りに行って、ほんで、ね、私もさ、うん、もうどういう状況だったのか、もう、見たいと思って、パーッて行ったらさ、その、クミさんがね、持ってんだけど、なんでこういうことになるかね、つって。うん。私そこからなんだ。うん。ゴミ箱に。うん。ね？うん。その、なんでゴミ箱に捨ててあるんだ？その、まず、台所の方の、はいはい、その柵がある、はいはいはい、台所の方のゴミ箱に捨てればいい話じゃなんじゃないのなんで、ああ、なるほど。その今にある、うんうんうん、ゴミ箱にそのハーゲンダッツの。って言ったらもう。恐ろしいな。うん。下組さん。って言って、うんうんうん、いやいやつって言って、ね、いやこのハゲなぞそのラムレーズン、春日が昨日の類ね酔って食べてここに捨てたんですけどって言われて、お前のやつだったのね、おお、いや謝れ、すいませんでしたでしょ、そこは、そうね、行けって言っちゃったからね、やっぱ同じぐらいでおおって言っちゃった。プレゼンオードリーのオールナイトニッポン、続いてのコーナーはこちら、冷凍食品をレンジでチンするくらいの時間を付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ東洋一のツッコミ春日がやっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、春日さんがそれをツッコミながら当てていただきます。はい、それでは行きましょう。ラジオネーム四季折々日々コリゴリ、いつも楽しくラジオ聞いてます。テレビやラジオとはまた違った顔を見せてくれるこのラジオが私は大好きです。
私は今女子高生ですが、周りの友達もこの人たちのラジオなら聞きたいと、ラジコでラジオデビューしました。本当に毎週毎週私たちを笑顔にしてくれてありがとうございます。大好きです。これからもずっとずっと押し続けます。お前、女子高生じゃなくて本当はおじさんだろ。ああ、違いますね。違います。ラジオネーム、負け負け一杯。少し前になりますが、無人島から脱出する番組見ました。本当にかっこよかったです。過酷な環境で弱音を吐かず、海に潜り、火を起こし、必死にイカドを作る姿に感銘を受けました。デビュー前から応援していましたが、一番かっこよかったです。これからもずっと押していきます。そんなわけねえだろ。あー、違いますね。ラジオネーム空飛ぶブータン。いつも衣装がとても素敵だなと思って見ています。衣装はご自分で決めているのですか？え、そんなこと普通気になる？あー、違いますね。違いますね。衣装。ラジオネームインキャちゃん。先日のスクール革命見ました。山田くんと知念くんにいじられてる姿がとても面白かったし、愛おしかったです。来週も楽しみにしています。来週も楽しみにしてます。え？愛おしかった。え？なんで、逆にいじってきてないか？あ、全然違いますね。今日当たんないから。ラジオネーム、猫背ファミリー。来週どのメンバーが出演するか楽しみです。これからも楽しみに聞かせていただきます。どのメンバー？ストーンズのラジオと送り先間違えてんじゃないか？正解です！やった！さすが東洋一のツッコミ。やったぞ！さすが東洋一のツッコミ。いや、そうなんですよ。ストーンズに送るメール、間違って送ってないわ。よし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 。繋がったすべてが。繋がったね、なるほどね。コーチ君、コーチ君のことか。山ちゃんと知念君に違い、なるほどね。おめでとうございます。無人島もそうか、さが。今回のメールの中から一番良かったボケを春日さん選んでください。なるほど。まあでも当たったから、これだね。はい。来週どのメンバーが出演するか、猫背ファミリーですね。おめでとうございます。今月のプレゼントです。焼きおにぎり10個入り。今日は家飲み、根菜入り鶏つくね。ソースハムカツ。お弁当に行く！かわいいミートオムレツ以上の4種類入っています。そして、今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発想をもって発表に変えさせていただきます。さて、クイズ東洋一のツッコミ春日、来週のお題発表します。ヒロシに春日の耳をヘッドホンで塞いでもらっています。募集するツッコミフレーズはこちらです。下手くそでございます。ちょっと広めですよね。下手くそですね。春日さんが引き出してください。詳細は公式ツイッターやホームページでもご確認ください。春日さんは絶対に見ないようにしてください。メールアドレスは kw@allnight.com。 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。夢は捨てたと。さあ、いらっしゃい。ラジオネーム泡立てネット。おい、空手かやべえ。
顔面騎乗されると顔からメリメリーっと音がすること。死んでもんねえぞ。危ないですね。あと春日空手家矢部さん好きだよ。すごい登場回数。うん、やっぱりいつ見てもガリガリじゃない。まあそうだけど、そうだけど、うん、ちょっと年取ったらね、ふくよかになったりしたりするじゃん、ガリガリの人も若い子。まあ一概には言えないから、うんとは言わないイメージもあったりするんだ。私の中でね。ガリガリな、まあ、ラジオネームはアラルカイ。おい今田耕司、ラブホテルから出てきた人に、いやーこれは手応えあったんじゃないですかと聞くこと。死んでもいいんだぞ。答えちゃうかもね。結構興奮状態にあったら、はいっつって正直ありましたね。言っちゃうんじゃないですかこれみたいな。ラジオネームデレクジーカ。おいコットン西村、スタヤの AV コーナーからレジに向かう間、知り合いに声をかけられすぎて閉店時間になること。死んでもんじゃねえぞ。すごいな、そんな知り合いいるんだ。すごい友達の量って言ってたからな。ラジオネーム布団から唐揚げ。おい暴れる君、一人でオナニーするときも、行きますとちゃんと言うこと。死んでもないぞ。誰に向けて言ってんの。というね、うん。自分に言ってんのかじゃ。怖いな。ラジオネームデレクジーカ。おい !AV! 画面に映っていないところから、乳首が感じるんだね。責められる方が好きなんだという声が聞こえてくるなぁと思ったら、ティモンディ前田だったこと。死んでもいいぞ。ここまではやってないと思うよ。それは、ね、事務所がやっぱりちゃんと選んでると思うよ。説明してくれるけどね、なんとかなんだねって。オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたいニチレイ、一応各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送キールステーションに全国36局なお送り。さあエンディングですけども、ヘイヘイ。ちょっと春日さんがね、家で大暴れしてるって話になっちゃってて、いや別にあんま大暴れってこともないけど、うん、うん、ちょっとあんまりね、うん、よくないなと、はいはいはい、この先だから自分でもちょ心配になる、うん、まだまだねこうあるじゃない、うん、こういう中小学校とかそりゃもう久美さんと話し合いになる節目がいっぱいあるんじゃない、これから。いや絶対譲んないだろう。譲れそうだね。譲んないな結局ね。送り迎えすんの、それで習い事とかもちゃんと自分で。いやなんか話聞いてる限り、うん、あんまやってねえくせに言うことは言うみたいな感じしちゃ印象を持ったけど、やってるはやってんのね、ちゃんと。あんまりできてないよね。なんか座りながらその君子として諸葛亮なんだよね、なんか家の中で、うん、お前もちゃんと頑張んないと、うん、いや言う権利がほら、そうそうそう、だから習い事なんかも、うん、そのね、いろいろこの、うん、体験してもらいたいんだけども、うん、結局ね送り迎えとかを久美さんに頼むことになっちゃうじゃない。そうよそうよ、うん、だからあんまりね、うん、ピアノだバレエだ体操だ。それでお前それでいろいろ言うわけに、そのなんか、うん、子供のなんか意見も跳ねのけそうなもんな。バレエとかやらしたかったら、そこはね意固地だもんね。そうなんだよね、だってみんなで、うん、
何度も言うけどイメージすぐ湧くもん。4人で、うん、4人中3人で19歳の時焼肉行こう安楽亭行こうわー盛り上がってたらお前だけが、うん、昨日焼肉だったからですってでお前だけ本当に行かなかったもんね。それでなんか途中でそうだね、なんか違うなんかラーメン屋さんかなんか行ってたもんお前だけ俺ら行くかもっつってそうだね、うん、そういうとこあるからな。そういうところあるから、うんうん、それもだからちょねこうなんかこういいちょうどいいところをね、はいはいはい、まあこう落としどころみたいなやつをさ、はいはいはい、ちゃんとこのね、はいはいはい、作って、はいはいはいうん、進んでいけるだろうかって今から思うのど, どうしてんのか他の家はそういうね、同じぐらいの熱量だったりすることなんかまあ多分ないんじゃない。多分だからどっちかが高くて、うん、えそれは習い事習い事何にしてもさ、あでそれをどうこのちょうどいいとこで合わせてんだろうな。だから分かんないよ、無理やりやらすやつだなこいつらって思う子供ってもうだいぶ早いうちから思うから、うん、俺だからもう年少で剣道を、うんうん、あれ嘘ついてサボってたからね。年少で剣道はあ送られるところまで行って俺そのまま図書館行って剣道着のまま本読んだもん。釣り行ってきたっつって言ってたからもう生粋の嘘つきだからこっちは。確かにね、うん、そんなんそんなやつになるぞ。だから無理やりに送っても恐ろしい。まあ春日と久美さんのお子さんだったらそれはならないだろうけど、わからんよそういうなんかさ、まあなんか覚えちゃったらね、かわす方法みたいなの、そうね、本人の意見も聞き入れなきゃいけないしな聞き入れなきゃいけないしなってことだそういけないしなって思わないそうかそうか、聞くもんじゃんそれは。だってまあとりあえずだ昭和のその育児本を一回読んでいなきゃダメだねでもだから、うん、だからその多分ゼロリスク進行がみたいなことになっちゃってて、うんうん、なるべくリスク少なくなるつも、うんうん、それで、うん、合ってんのかね。まあね、いや俺はもう言えた立場じゃないけど、うん、気持ちももちろん分かるけど、うん、むちゃくちゃだったじゃん俺たち。そうね、でもこうやってさ、うん、今喋れてるわけじゃん笑ってさ、それは俺関係ないと思う今日多いな関係ない話聞いてみたら全然関係ない話多いな、うん、むちゃくちゃだったじゃん。だって今思えば、まあ、そうね、なんかそういう憧れもだからあるのよ俺なんか。あの本当、うん、あの全く手洗わない子供だったのよ。ああそう、幼稚園の時、別に何も怒られたりも、砂場で遊んだ後ガンガンおにぎり食ってガンガンあの幼虫の検査引っかかってたから、ね、引っかかってんじゃない俺ともう一人だけガンガン引っかかってて座薬入れてクーそれがいいのか悪いなくなったってね今ね、あの幼虫検査の、あのお尻にシールやってた、あボタン持ちでやってた世代今あんのかな。いやないんじゃない、聞かないよ。うちのめいっ子とかやってると聞かないよ。お前そんなんだったらお前砂場で子供遊ぶようになった人も、あの公園に遊びに連れてくっていうじゃない、タイガーさんの話とか。はいはいはい、はい、すごい感心、ずーっとじっとーっとしてて見るだろ。絶対見る権藤監督みたいにじーっとさ、うん、刺してあげてさ、なんかのどっかに乗っけてさずーっと見て、なんか近づいてきたりしたら職務質問されるぞお前それで、あの言ってたよ花輪さんも、あの、うん、3兄弟が小さい頃やっぱ地元の公園でガキ大将がいて、うん、おもちゃ取られて泣かされて、その時にくっそうと思うけど、うんうん、そこは行っちゃいけなかったりしたなとか。はあ、なるへそ。優しいからさ、ほら息子さんが、はいはいはい、っていう子もいたりするとか。なるへそ。があったらもう大で、里光ももう一個も大変だっつも考えることはもう山ほどあるから。うわー、そうね。あー、それをだからあんまり細かくね。本当はなんかどっかにこうポーンとこうね、あの放り込んでさ、まあ、やってこいみたいな感じ。なりたい、なりたいのよ。なりたいんだね。だけど、うん、大丈夫って思っちゃうからさ。まあまあまあ、それがそれが伝わればね。まあまあね、いい家族なんだろう、ね、いいとこでね、それもだからやりすぎとか、その辺は久美さんに聞けば客観的に見て。でも聞かないか、うん、春日それ。いやでも、ちょっとやりすぎ細かすぎって言われるのはもう、うん、それは受け入れた方がいいんでしょうね。ちょうどいいところでね、うん、止められるかどうかですよ、うん、ミッフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう。アディオス。